基礎英文問題選考の昔のやつですね、これね。90年から98年、大学合格の勉強法が面白いほど分かる。すごい絵だな。愚か者の定義、秋山仁さんね。赤本の使い方ポルノで英語がスイスイ学べるとかやばいでしょ。何これ、オールアバウト板野だにゃろめえって板野先生。はい、始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回なんですが、視聴者の方からですね、プレゼントがやってきましたので紹介したいと思います。なんかね、捨てなくちゃいけないけどもったいないってことで、ぜひ動画のネタにしてくださいということで来ました。よくあるパターンですけど、教育系でこのパターンはなかなかないんじゃないですかね。よっということで、段ボール2箱分届きました。あ、いやいや、すべて本でございます。すごい、英文法の実況中継。ゼロから始める英文法、受験の達人2000。グワンと大量に来ましたよ。これが噂の中沢式超英語勉強法。あー、なんかあったね、懐かしい。ヨゼミ英単語ゼミ単、ダイアローグ1800。はい、大学の時のある授業の教科書だった、これ。無名校からの私の東大大作戦、97年とか98。すげえ、基礎英文問題選考の昔のやつですね、これね。東大への英語、1996年だって。知らない、全然。あー、東大理さん、受験生たちのメッセージありましたね、こういうやつね。97年とか、96年、95年、94年、すごい、どんどん遡ってる。93年、これ出しますよ。志望大合格する勉強法、無駄な勉強法だって。いや、昔はこういうね、勉強法のもういっぱいありましたからね。東大理さん90年版、91、92。すげえ、90年から98年。すごっ。私の予備校大作戦とかね、予備校大学合格参考書作戦とか、合格時間割作戦、すげえ。私の早慶合格作戦、97年から2006年までのか、これ。すごいぞ。これ予備校作戦って、確か予備校の先生たちのなんか、あれだよね、批判とか批評載ってるやつだよね。ほら、誰先生がいいとか、東進、宮崎先生、福崎先生、永田先生載ってる。河合塾、あ、丹羽先生載ってる。ヨゼミに、やっぱ富田先生載ってますね。すごいページいっぱい。あ、西京二先生。小倉先生、ああ、ライティングの。今井先生がヨゼミに載ってる。パラグラフリーディングを武器にって書いてある。佐藤博美先生、佐々木和彦先生、はい。まだいらっしゃいますもんね。木原太郎先生、あ、もういないね、ヨゼミ。佐藤博先生、はい。西谷昌司先生、はいはいはい。超人気ですけど、あ、少ないなこれ。馬場純平先生だ。南井先生も載ってる。やっぱ東進は長岡先生とかの時代だね。各予備校の教科ごとの人気の先生が、園田先生も載ってる。すごい。あれ、水王社受験英語 ER、 これ出口先生のところだよね。楽々受験合格の法則63。あ、時代を感じますね。翻訳英文法マスター、東京大学機械的合格法大学合格の勉強法が面白いほど分かる。すごい絵だな。小林義則の絵じゃない、これ。やっぱそうだ。英語長文読解力が面白いほど身につく、上下巻だ。愚か者の定義、秋山仁さんね、はいはい。超受験勉強法、合格記憶術、多湖明先生。自己マインドコントロール術、富田隆先生。すげえな、ホイホイやって楽々合格。いや、このシリーズすごい、多いな。スラッシュ式英語長文攻略、あ、スラッシュリーディング、
あ、和田秀樹、自分の作り方、うん、あ、福崎先生の本だ。福崎流合格への英語だって。へえ。東大生が勧める参考書の使い方、選び方。多分全然知らないものになるんだろうな。有坂先生の本だ。大学受験生活指導要領。これまた和田秀樹さんの本ですね。有坂先生、ヨゼミのすごい人気の先生ですよね。すごい合格集中術。すごい、模試の生かし方とか、模試だけで本が書けてた時代なんですね。東大生が教える受験合格マニュアル。東大生が勧めるハイパー受験術。東大生が勧めるセンター試験攻略法。英語嫌いのための完全無欠の超長文読解。東進の国生先生ですね。本番力をつける最強のツールをフル活用。東大生が勧める模試の受け方。あれ、さっきやったな。違う、模試の生かし方と模試の受け方生かし方。東大生が勧める過去問集の読み方生かし方。赤本の使い方すげえな。こんなに何、こんなに細分化されても売れた時代なの、信じらんないなこれ。まあ確かにこれはね、処分するともったいないですよね。合格する受験脳の作り方。逆転の受験勉強法。和田秀樹さんの方もいいね、やっぱ。なんて神とか言われてたもんね。逆転の志望校突破術。また和田秀樹さん。漫画だ。あ、この東大理さんのメッセージ。あったよ、これね、さっきの。一番下だ。何これ、All About 板野田にやろめ。って板野先生の、相沢先生乗ってる。相沢先生が、え、板野先生って教え子のメッセージで出てる。え、ポルノで英語がスイスイ学べるとかやばいでしょ。なんつう本だよ。あ、西教授先生、リーディング&ボキャブラリー知ってる。この本は土屋の目指せ合格。あー、あのヨゼミの古文のね、はい、ケチらせ灘改正だって。大学受験解消の法則。早慶大完全合格和田マニュアル。すごい、和田先生のいっぱいある。やっぱ超受験術。あ、またこの超受験勉強法。愚か者の定義、秋山仁先生ということで、はい、ということでサムネイル。ということで、大量に参考書をいただきました。大量に参考書いただきました。ありがとうございます。まあ読んでネタにしたいと思います。松原さんこれから来るんで、松原さんこういうの好きな人なんで、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.